スタートしました。ほぼ揃って出ました。スタンド前にかかってきます。押して2番のマイネル・ダグラスが先手を取りに行きました。すっと外から接近は12番ミルヒライス2頭、外からは16番マリノ・アルカディア3頭が広がりました。4番手外目15番エルファシル、この後ろ11番グラビテです。先段この後インコースから3番名将真打ち、7番ラップリーダーが続いていって、1コーナーカーブ外に13番ラビエンと続いていきました。1コーナーから2コーナーへと各馬が移っていきます。ビューティーウェイは後方寄りから、2コーナー16番マリノ・アルカディア先手を取りました。リードを2馬身、内から2番マイネル・ダグラス、外12番ミルヒライス、2番手3番手です。2馬身がいて15番エルファシル、11番グラビテ、ここも並んで4、5番手向こう上面に出ていきます。前5頭、6番手外から8番ハムレボ徐々に押し上げていきました。ここまでが先段、2馬身がいて中段から13番ラビエント、7番のラップリーダー、2頭のインに3番名将真打ちと3頭固まって、2馬身差ここも3頭、真ん中6番村雨丸がいって、外からは10番ピアチェーレ、この外から動いていった5番のシーチェンジです。中段から前を狙って上がっていきます。残り800を通過、後方よりインコースに1番マイネルグロースとなりました。この外に9番のビューティーウェイ、後方より外から上がり始めて 3,4 コーナー中間へ、6番の村雨丸、その後に10番のピアチェーレ、 3,4 コーナー中間、残り600、後ろから2頭目になって14番北のオーシャン、1頭かなり離れて4番サピエンシア最後方です。4コーナーのカーブへ単独抜けています。先頭2番のマイネル・ダグラスになりました。リードを2馬身、2番手から追い上げるグラビテ、そして外から8番ハムレボ、2、3番手直線コースに向かいます。この外からラビエント、2番手争いの一角に加わって内を狙って名将真打ちです。残り200の攻防、前は粘っている2番のマイネル・ダグラス先頭ですが差がなくなって、この間に一気に外から9番のビューティーウェイが一気に突き抜けて先頭に変わった。2番手13番ラビエント、9番ビューティーウェイ完勝コールイン、2着13番のラビエント、3着接戦2番マイネル・ダグラスに10番ピアチェーレ。